伊藤助武は、安土桃山時代の武将、大名。日向伊藤氏十二代当主。日向国帯藩書大藩主。南京伊藤氏、藤原政経図や伊藤氏経図では、伊藤氏中高の祖と書かれている。A62 年、日向国の戦国大名、伊藤義助の三男として誕生した。A61 年から、帯城に入城、島津氏と戦った。しかし、 天正五年、福永助とも、メラノリエラの無本に交往した島津市の侵略によって、父の義助が佐渡原を脱出すると、助武も父と共に同行する。メラ山中から高千穂へ抜け、大友宗麟のもを頼りに一時的に文語国に退去した。宗麟は義助や孫、義方のため、また日向国をキリスト教国にするという自身の待望のため、天正六年に、 ひなた国へ攻め入り、島津軍と交戦したが、大友氏は、島津氏に敗北を喫した。大友家中の名だちたる武将を失ったこの合戦の、発端とも言える伊藤氏一族は、大友領内で、肩身が狭くなり、助武も、吉方という価値を文語に残して、父の吉助と正室のアドラの方、及び川崎幸久。 ゴンスケフシラ従者十四人と共に海を渡り、伊予国の道後に河野氏を頼り移住した。しかし、主従の生活は急乏し、川崎雄町は酒造りを営んで生活していたという。その頃、かつて伊藤家に世話になり、伊藤氏が日向国を一時退去した後は幸久から伊藤家最高の祈祷をたびたび頼まれていた山伏さん、という者が、 巡行先の針間姫路にて、橋場秀吉の木幌衆の一人、伊藤家門助と面識を得た。三方が間をつなぎ、演奏を同じくする同族である、尾張伊当主を介し、助武の主従は、織田氏に主観することとなり、よ力として、橋場秀吉の付属となった。本能寺の変による、織田信長の死後は、そのまま、秀吉の家臣団に組み込まれた。 天正十年の山崎の戦いで活躍し、助竹は恩賞として栗から龍の槍を配慮し、河内五百国を領地としてあてがわれた。天正十五年の豊臣秀吉の九州平定により、島津市は日向国から放築された。この九州平定の際に伊藤勢が九州平定軍の土地案内戦導役を務めた功績により、給料の内清竹、 日に二万八千国を与えられ、大名として復権した。翌十六年には、かつての本拠地である帯も取り戻し、三万六千国に加増された。その後、朝鮮出兵にも参陣した。慶長四年、豊臣政を下手された。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、助武は西軍に組みした。しかし、大阪の屋敷で重病の床に伏していたために助武は、 出陣せず、一方で密かに着難の有霊を両国に派遣し、軍備を整えた上で、黒田義隆を頼って、徳川家康の東軍に通じた。両国では、加労の稲津重政らが、陣頭指揮を取り、伊藤氏は、東軍として、西軍の高橋元種の俗上である宮崎城を攻撃し、これを占領した。実はこの時点で、高橋氏も東軍に寝返っていたため、戦後に、 宮崎城は返還させられてしまったが、伊藤氏の当軍としての参加と貢献を認められ、戦後に家康から所領安堵された。同年中、助武は大阪で病死した。ありがとうございます。